ごく嬉しそうです。ヤマトで発見された遺跡はほとんど調査済みですから、全く新しい遺跡というのは私も初めてなのです。まあまあ、これなんだ？シナノ、そんな身を乗り出すと危ないぞ。大はしゃぎやな、シナノちゃん。せっかくだが遠慮しておくよ。よく考えたら、ゆうべは一睡もしてないじゃないか。まったく体調最悪だが眠いわ。そんな状況で車の御車やらされるわ。いつもながらどうしてこうなった。やれやれ、こんな形でまたこの国に戻ってくるとはね。で、あれか、発見された遺跡というのは。そうみたいかな。うわ、この辺りはまだウズウルッシャの残党がうろついてるかもしれんしな。連中に貴重な遺跡を壊されてましたら大変ですからね。まだ手つかずって言ってたのに。ほな、それでこれからどうするのだ？今回の目的はこの遺跡の調査なんだが、着いたばかりだからな。とりあえずは休みを取って明日から。ここに突っ立ってても拉致があかんし、とりあえず中に入れてもらおうじゃないか。分かったから、二人揃ってそんな噛みつきそうな顔をするな。おっかない。あ、ちょっといいか。ん？なんだ貴様ら。ウルール、サラーナ。はい。それはここの調査に来た。通らせてもらうが構わないな。失礼しました。どうぞお進みください。無条件に素通し、さすがというか効果ありすぎだろう。なんだ、急に態度が変わったじゃない。ハク、何を見せたのかな。何って、これをな。ハクさん、それって、まさか、まさか、そこに掘り込まれている紋章って。はい、そこまで。それ以上の詮索は厳禁な。待ってください。その御紋は、帝ご自身か、帝のお認めになった者にしか使うことが許されていないんですよ。だろうな。あの兵たちが、あそこまで態度を変えるわけだ。ハク、どうしてそんなものを持ってるのかな。そいつは、さて、どう説明したらいい。っていうか、説明したところで信じてもらえるか。ハク殿！ハク殿ではおじゃらぬか！この声、まさか。会いたかったでおじゃるよ！な！我らが主の前に身を投げ出し、壁となせ。危なかった。主様、大丈夫ですか？それはこいつに言ってやってくれ。まさかハク殿たちがこの遺跡の調査に来てくれるとは。やっぱりマルとハク殿は運命の糸で結ばれてるに違いないでおじゃる。満面の笑顔で気色悪いこと言うな。
何はともあれ、例の印籠から話がそれて助かった。こいつはあまり人前に出さない方がいいみたいだな。いやー、それにしてもやっぱり自分は戦場よりこういう場所の方が性に合ってるでおじゃる。道のないこのロマン、学士の血が騒ぐでおじゃるよ。学士ではなく女学士なのです。この先はバルたちもまだ調査していないでおじゃる。じゃあこの先は私たちが一番乗りってこと？まあそうなるでおじゃる。猫ね、ありなのです。おいおい、あの姉ちゃんたち何かいつもと雰囲気違うの？猫姉さんがどこか遠くに行ってしまう。あまり見かけない様式かな。帝都近辺の遺跡とは少し違うみたい。構造は西の方にある遺跡に近いみたいだけど。はいです、コタッポ地方の遺跡に酷似していると思うのです。でもあの模様なんかは、あれはハミアナ諸島文明のものなのです。うん、結構離れているはずなのにこんなところでお目にかかるなんて、これは何かしらの交流があったって見るべきなのかな。ここまでの文法を考えると流れ着いた可能性も高いのです。何を話しているのかさっぱりわからん。今回の件はあの二人に任せた方が良さそうですね。そうだな。しかしこれの遺跡なんだかどこか見覚えの、いや気のせいか。いや、なんでもない。なんだ、今の感じは。お兄さん、何してるん？置いてくれ？ああ、今行く。おや、ここで行き止まりですか？完全に崩れちゃってますね。はて、それでは調査はこれでおしまいでおじゃるか？うん、絶対にまだ見つけていない場所があるかな。そう言われてもここまでそれらしきものはなかったぞ。経験上ね、何もないように見える壁に扉があったりすることが多いんだ。よく見ると扉のくぼみがあったり何かの印があったり。あ、姉様、あそこ扉があるのです。まただ、何なんだこの感じは。ハク様、どうかしたのですか？なんだか顔色が優れないです。いや、大丈夫だ、問題ない。主様、主様、もしかして何か。なんだ、この遺跡に入ってから何かが。ダメ、開かないか。なんとかこじ開けられそうにないですか？無茶言ってくれる。こんなでかくて分厚い扉となるとな。どれ、ちょっと下がってみるじゃない。役とあると思う。とまあ、ざっとこんなもんじゃない。扉が、おお、さすが。ヤクトワルトさん、初めてあなたをすごいと思ったのです。おい、そりゃないぜ。開きましたよ、姉様。服って、まさか姉様。ああ、うん、なんでもないかな。くそ、だからなんだこの妙な感覚が。頭痛までしてきやがって。